こんにちは。ただいま、ワンショットワンダーの九州ツアーに向けて始まりましたね。はい、高速ナウですね。全然進んでないんですけど。今どこでしたっけ？海老名です。まだまだっすね。県民テレビよろしくお願いしますって言ったんですけど。はい、そうです。 KKT こと KKT こと熊本県民テレビ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。八木さん、こびてていいですね。最高ですね。よろしくよろしく。ちなみに、小倉の方。はい。お、福岡の方。はい。はい。お、それ以外は、多分埼玉とかですかね。はい。熊本。でいきましょう。ベースボーカル、ジョニー・ヨシカソンです。カリフォルニアの人、はい。いないわ、それ。いるわ。おいと、巨匠、鹿児島事件は覚えてますか？覚えてる。いや、全然覚えてるあれは、多分シュガータイトルツアーですかね。シュガータイトルっていうセカンドミニアルバムのツアーで、ね、なんか鹿児島、大分って今日、そう、今回と一緒なんですよ。明日はこちら大分ワンマンなんですけど、そう、紹介巨匠ですみたいな紹介された時に、その地名を叫ぶっていうのをやってたんですけど、その時のツアーの MC だ。そう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 、どこの子って言ってたんですけど、どこの子って思いっきり鹿児島っつって、いつもだったらヤギちゃんがちょっとバドンバーンみたいな、バーンってやるのに来ないみたいな、おふざけんなよどうしたみたいな、てんてんてん、あ、やっべみたいな。そう、これ大分での出来事ですからね。そうそうそう、空気止まりました。あれは止まったね。明日大分ワンマンから期待してますね、巨匠。OKOKOK。丸気ないんで、全然そういう意味なんで。いや、ね、1年前の空気がとんでもなかったんですよ。どうしようって言って、えみたいな。で、後ろで小川さんが、初のワンマンライブですね。大成功でしたっけ、はい、ですよね。はい、大成功。どうですか、小川さんできれば。いや、いい音でやれたと思ってますよ。よかったです、うん、いや、にしても大分の方っつって手挙げてもらったら、ほんと8割9割ぐらい大分の人で、うん、だけであんなに盛り上がって素晴らしい。なんかすごかったっす。嬉しいですね。次はソールド目指して頑張りましょうですね。あ、小川さん、いただきます。どうぞ、いただいて。え、ノーパンですか？あ、パンツ開いてます、うん、一応隠しとこうかな。あーズバ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 ー。はい、巨匠が本読んでるんですけど。お、文学少年、君が文学少年か。次何読んでんの？何読んでんの？うわ、あっちやめてください。ルンルンルンやめてください。ルン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 、コーヒーカップだぞ。ルン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 、コーヒーカップだぞ。え、これなんすかね、あれっす、体の仕組みの本っすね、簡単に言うと。体の仕組み、はい。医学書、はい、医学書です。ほぼ医学書。さすがボーカル。じゃあ今後はドクター寺中どう？あ、ドクター寺中いいね。あ、はい、医者。うん、だからペラペラだそのキャラ。目に見えんじゃん、お前ちゃんと白衣着てさ、聴診器してさ。はい。コミックバンドっすね、うん、メロそう。今日は八木くんが茜色の曲紹介をしてくれるらしい。本当にすんの？それリハしようぜ今。試し一回やってみよう。待って、うん、バーやって、あ、俺ちょっと面々場所でバー終わって
じゃあそれで今日はワンショットワンダーの曲からどんどんやっていきたいと思います。聴いてください。赤音色ラトトン色に染められてって始まろうよじゃあ次の曲紹介を八木くんお願いします。ワンショットワンダーより赤音色楽しかった楽しかったね。うん、やっぱ持ち曲全部やらないと物足んないね。いや、できない。え、できないっす。できない、もう限界です。限界雑魚しょぼは。俺もう一回ワンマンできるし。どうできる？お、やる？じゃあさ、2マン今度2ビートの曲オンリーでやる。うわー死んだ。13曲ぐらいある。おはようございます。おはようございます。今日は、3月23日昨日は福岡ワンマンでした。九州ツアー無事終わりました。無事終わりまして、しかし今日夜からラジオの生出演があって、昼どうするみたいな感じになって来ちゃいました。ヤフオクドーム。ヤフオクドームじゃない、ヤフードームじゃねえか。あ、変わったんですよ、名前が。ヤフオクになったんだ。はい、さすが。今日はオープン戦ですね。ソフトバンク対広島見に来ました。じゃあ一番野球に詳しいペイ竹政さんに。あ、野球に一番詳しいんだ。はい、今日の見どころ、見どころを解説してもらいましょう。まあでもそうですね、ちょっとゲッツーになっていきたいですねなんかドームみたいに見るとやっぱりワクワクしますね。なんかね、もうはさぎたい気持ちでいっぱいですね。うん、なんかもっとはしゃいで。解説よろしくお願いします。ちょっとそろそろゲッツーのタイミングかもしれませんこれは。とりあえず今広島が追いついてきてます。そして三塁に人を残して、今ホームスティール去りようとしてます。ホームスティール去りようとしている、はい。ヒットエンドランからのホームスチールからのゲッツーになる可能性が高いですね、これは。そうなんですか。そうかもしれないです。オッケー。 KOGA ボーリング大会始まりました。イエーイ。小笠さん、始球式を。はい、はい。あ、それいいっすね。まだ始まってないから、まだ始まってないから。やべえ、 ATM 行かねえと。わ、さすが。分かってるわ。10年ぶりだって知ってんだよ。もう一回っすよ。もう一回っすよ。これなら勝てそうだぜ。やるよ、やるよ、さすが、うまい。
願いします。